クリストファー・カルザは、アメリカ合衆国、チュラビスタ出身、フィリピンのフィギュアスケート選手。2012年ババリアンオープン3位。7歳の時にスケートを始める。クリス・クニエリムの母の勧めで、スケートのレッスンを受けるようになる。2011年には、全米選手権のシニアクラスに初出場し19位。2011から2012シーズンより、所属をフィリピンに移す。 ババリアンオープンは、自身初の国際大会にして3位に入り、メダルを獲得。2012から2013シーズン、4大陸選手権では、本人からも今まで最高の出来という演技を行い、前年より順位を下げたものの14位。フィリピンの世界選手権の代表選考がかかっており、フィリピンの選手で最上位だったために代表に選出された。 世界選手権では SP でコンビネーションを2回、飛ぶというルール違反をしたため、点数が伸び悩み、FS に進出することはできなかった。2013から2014シーズンを最後に競技から、退いていたが、2018から2019ソーズにより、復帰した。AB、コルーザ・インデバース・ツー・ブレーズ・トレイル・フォー・フィリピの、スケーターズ2013年世界。 フィギュアスケート選手権男子フリースケーティングジャッジングスコア2019から2020シーズンバイオグラフィートッキランよりありがとうございます。